AAA アルヘンティノスジュニアーズ、アソシアションアトレティカアルヘンティノスジュニアーズは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスのラパテルナル地区を本拠地とするサッカークラブである。1970年代にディエゴ・マラドーナなどが、1980年代にクラウディオ・ボルギア、フェルナンド・レ・ドンドなどがアルヘンティノスからプロデビューし、やがてビッグクラブへと羽ばたいていった。また、 フアン・ロマン・リケルメやエステバン・カンビアスソもアルヘンティノスの下部組織でプレーした経験がある。1985年にはコパリベルタ・ドーレスで優勝してインターコンチネンタルカップに出場した。アルヘンティノスの起源は1886年まで遡る。アメリカに橋を発する社会主義的着想によって数千マイル離れたアルゼンチンに ロス・マルティレス・デ・チカゴと呼ばれるクラブが設立された。その18年後、ロス・マルティレス・デ・チカゴは、ソル・デ・ビクトリアと合併して、アソシアシオン・アトレティカイ、フットボリスティカ・アルヘンティノス・ニードス・デ・ビジャク・レポが誕生したが、この長大なクラブ名は、クラブエンブレム決定の際に問題となり、アソシアシオン・アトレティカ・アルヘンティノス・ジュニアーズに短縮された。それまでの緑色と白色のユニフォームは、 社会主義のシンボルカラーに起因する赤色と黒色のストライプに変更された。1921年にプリメーラディビシオンに初昇格しトップリーグで16シーズンプレー。しかし1930年代半ばにクラブ存続の危機に陥るとスタジアムからの立ち退きを命じられ、クラブ会員は過労死で100人を超える程度まで減少した。1950年代に指揮を取った。 フランシスコ・ファン・ディーの監督が目指したスタイリッシュなパスサッカーはエル・ティフォンデ・デボイコ・ボジャカの台風として知られた。アルヘンティノスは名声を手に入れ、ディエゴ・マラドーナなどの若手有望選手を引き付けた。1976年には15歳のマラドーナがトップチームデビューし、1980年にはリーグ戦で準優勝。マラドーナは4シーズン連続でリーグ得点王に輝いたが、 不思議なことに、アルヘンティノスに黄金期が訪れたのは、彼のボカジュニアーズ遺跡後であった。ロベルト・サポーリティ監督に率いられた、メトロポリターナ1984では、プロカゴ初のリーグ優勝を飾り、クラウディオ・ボルギ、セルフィオ・バティスタ、ペドロ・パスクッディなどが、マラドーナ・ラトトに2年後の1986フィファ、ワールドカップ優勝メンバーとなった。 ホセ・ジュディカ監督が率いたナショナル1985では、クラブ2度目のリーグ優勝を果たし、同年のコパリベルタドーレスでは、決勝でアメリカで狩り、コロンビアを破って初優勝した。インターコンチネンタルカップでは、ミシェル・プラティニーをするユベントス FC、イタリア対戦したが、PK 戦の末に敗れて、準優勝に終わった。1988年11月20日のラシン。 クラブ戦は PK 戦にも連れ込んだが、この PK 戦でのキッカーの人数は世界記録となった。両クラブ合わせて44人が PK を蹴り、アルヘンティノスが20から19で PK 戦に勝利した。1990年代には再び財政問題に直面し、1996年にはプリメーラビーナシオナル2部降格。フアンマンリケルメやエステバン・カンビアなど、 若手有望株の売却を余儀なくされた。彼らはアルヘンティノスの株組織でプレーしていたが、リケルメはボカジュニアーズの株組織に移った後にボカからデビューし、カンビアッソはレアルマドリードと契約した後にローンの CA インデペンディエンテからトップリーグデビューした。再びプリメーラディビシオンに昇格するものの2002年にもプリメーラビーナショナルに降格して2004年まで。 在籍。クラブ存続の危機に瀕したが、若手選手育成に力を注いで危機を脱した。2003年12月26日にホームスタジアムが再オープンすると、2008年のコパスダメリカーナでは、準決勝に進出し、クラブのレジェンドであるクラウディオ・ボルギ監督のもとで、クラウスーラ2010を制した。アルヘンチノス・ジュニアーズの最大のライバルは、CA オールボーイズである。 他に CA プラテンセ、CA ベレスサルスフィールド、CA アトランタとライバル関係にある。アルヘンチノスジュニアーズのユニフォームが赤色なのは創設メンバーの若者たちがロシアの無政府主義者、ピョートルクロポトキンの支持者で社会主義者であったことに由来する。アルヘンチノスジュニアーズの愛称ラスビチョス、ロスビチョス。 虫の胃は1950年代、アルヘンチノスが素晴らしい戦いをしたある試合の後、日刊シュクラリンが記事のタイトルに、厄介な虫いたずらをしたと書いた。この記事から虫の部分だけ切り取られて使われるようになり、現在もアルヘンチノスの愛称とし、使われている。現在は1940年に建設された。 多目的スタジアムのエスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ、エスタディオ・ラス・マルビナスを所有している。かつての在籍選手であるディエゴ・マラドーナは、アルヘンティノスは我が家だ。このスタジアムの名前を聞くと、いつも背筋がゾクゾクすると語っており、彼の名を取って、エスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナに改名された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。